はい、久々にやってまいりました。クッキングシミュレーター。今回はね、第4回目ということで、前回からだいぶ間が空いてしまいましたが、本日もお菓子作り、やってまいりましょう。これまでね、シンプルなカップケーキだったり、そしてチェリーパイだったりと、作ってきたわけですが、じゃあ今回はこちら、チュロース。はい、作ってまいりましょう。昔はね、なんか映画館特有の食べ物みたいなイメージがあったんですけど、今ね、どこにでも売ってて、どこでも買って食えるみたいな、そんな感じまで浸透してきてますよね。そしたらじゃあまず最初に鍋に、水 250ml、 バター 50g、 上白糖 13g を45秒間茹でると。うん、 OK。 じゃあ、鍋をまず用意いたしましょう。鍋はどこだ。久々なんでね、鍋の場所さえ覚えてない。あ、ここだ。ありましたね。ここに置いてまず水を入れると。水がどこだ。あったよ。水を250入れます。250って結構でも量あるよね。あのペットボトル飲料の半分ぐらいだよね。よし、じゃあこれぐらい入れました。はい、 OK です。続いてバターを入れるんですが、おや、ここにバターがあるぞ。しかも 50g のサイズに切ってある。なんでだろう。私はねこれやった覚えがないんですけどね。うん、もしかしてあれかな、前回お菓子を作った際にバターを使ってそれの余りがずっと置いてあったと。じゃあ何、2ヶ月以上まな板の上で放置されたバターを今回使うってこと。そしたらあとは上白糖ですね。上白糖 13g 入れます。13と。よし、 OK。 じゃあこれを45秒間茹でます。はい、せっかくなのでちょっと今回は頑張りたいところ、タイマーを使って正確にねこれ測っていきましょうか。45秒は指定できないんで、じゃあ50秒にしておいてと。50秒でタイマーセット。そして火をつける。じゃあ45秒経つまで、もう第2工程いきましょうか。空のコンレンキに、無氷を吐く小麦粉 400g、 そして混ぜたもの、まあつまり今茹でてるものですね、これを入れてヘラの付け具で混ぜると。 OK。 じゃあ無氷を吐く小麦粉を準備いたしましょう。この辺にあるはずだよね。これだね。はい、 400g 入れます。200、300、425。難しいねこのゲーム、やっぱり。うん、まあでもいいよね、ちょっと多いぐらいでも。お、ちょうどいいね。OKOKOK。 45秒経ちました。火消してタイマーもオフにしてと。はい、じゃあこれを混ぜましょう。入れますよ。よいしょと。お、入ったね。いいね。よしよしよし。よし、じゃあこれをヘラの付け具で混ぜます。ヘラはもうすでに取り付けてありますので、レッツ工事。はーい、ご苦労様でございますね。いいのができたね。今までもよく見たこの生地ね。うん。そしたら続いて、このコンレンキの中にバニラエッセンス 5ml、卵 100g を入れましょう。バニラエッセンスちょうどここにあるね。 5ml、3、4、5、はい、6、あ、6入ってた。まあいいや。続いて卵を入れたいんですが、どうやってやんだっけ。あう、違うんだよ、こうじゃないんだ。殻ごと入れちゃまずいんだ。割って入れると。はい、あ、なんかちょっとかわいい、やだー。よーし、いいですね。ここまでは順調でございます。続いて第4工程、チュロスの生地を、生地ディスペンサーに移しフライヤーに入れると。で、適度な時間揚げましょうということですね。はい、と。そしたら確かこれが、ディスペンサーでございます。これの中に生地を入れて、で、フライヤーにこうしてぶち込むと。いいね。お、すごい、たくさん作れるじゃない。なんか私がね知っているチュロスってね、もうちょっと長いイメージがあるんですけれども、まあでもこれぐらいの長さもなんか食べやすくていいですよね。よし、じゃあもう生地が尽きるまでどんどん入れちゃいましょう。ほら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 、たくさん作っちゃおう。たくさん作ってね、たくさん売ってたくさん儲けましょう。よし、こんなところでしょうかね。そしたら1分10秒だそうですので、じゃあこちらもタイマーをセットしておいて1分10秒で、じゃあフライを開始いたしますと。この1分10秒間何してようか。じゃあなんか準備する、それとも片付けする、なんかね、いろいろやりたいんだけど。ああ、うわあ、そっか、そういえば君たちって売れ残っちゃったんだよね。ああ、あんなところにもいる。どうしてそんなところにぶっ飛んでるんだい。大丈夫か。とりあえずでもまあほら、まだ見込みはあるじゃんね、君たちもね。まあ今日売れるかもしれないじゃん。
頑張ろう。おい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 、はいはいはい、まあ上がりましたね。じゃあこれを止めまして、上げていきましょう。さてどんな感じだ。あれ、なんかこれでいいのかな。なんか色が変わってないけど、なんかもうちょっとキツネ色になるかと思ったんだけどね。もうちょっと上げてみる。要はこれぐらいの色になってほしいんだけど、今のってなんかまだ生地の状態みたいに見えたんだよね。もうちょっとだけ、あとじゃあ10秒だけ上げてみようか。あーでもなんか奥でね、ちょっときつね色になってるのが見えるね。じゃあちょっと止めようか。よいしょと。あ、なんかでもすごい色になってる。ん、ちょっとすごいな。あれやりすぎたかな。すごいよ、今度はウインナーみたいになっちゃった。早速じゃあちょっとこっちに入れてみようか。ほい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 と。それにしてもすごいな、結構量ありますね。何本作ったんだろう。おお、でもこれだけあったらね、結構利益もあるんじゃないでしょうか。よし、 OK。 あれあれ、なんかこぼしてる。うおー、やばいやばいやばい。3秒ルール、3秒ルール、ね、3秒以内に拾ったんでまだ OK です。お客さんに出せます。よし、そしたらじゃあなんかパウダーとかつけましょうか。トッピングね、いろいろあるんですけど、シナモンとかいいよね。シナモントッピングとかしたいね。これを使うのかな、スクープ。スクープでこれを粉末を溜め込んで、でこうぶっかける感じ。違う、そうじゃないんだよ。これ難しいね。これをこうして、こうこれもまずいよね。これぶっかけるのも良くないよね。うまくやりたいんだよね。あーそうそうそう、見えない、シェイクって書いてある。あーそうそう、あーそう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 、あ、いいねいいねいいね。ちょっとあんまりこう高さ良くないけど、パウダーをねふっかけてる感じがしてる。いいよ、よしよしよし、パウダーふっかけました。でこれでまあ出来上がりってことにしとこうか。じゃあ他になんかパウダーぶっかける。もうでもね、シナモンにさらにこう加えると多分ね味が気持ち悪くなりそうだよね。シナモンって結構ね風味が強いですからね。うん、もうそれだけで十分だと思います。というわけでじゃあ早速お皿に乗せましょう。はい、こんな感じ。おー、すごい、なんか並び方が寿司っぽいね。さあどうだ。おー、いいね、売れる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 ぞー、売れ、やったー。前回作ったやつの売れ残りもね、今日売れましたと。